それでは東京電力福島原子力発電所事故調査委員会、通称国会事故調と言っておりますが、第5回の委員会を開会いたします。まず調査活動報告についてですけれども、現在の各ワーキンググループの調査活動についてお聞きいたします。はい、野村でございます。私の方からワーキンググループの活動状況につきましてご報告をさせていただきます。まず、第一ワーキンググループ、事故調査を、対象としておりますが、こちらでは前回ご報告のものに含めまして、7回東京電力に対しまする基幹的ヒアリングを行いました。こちらが終了しております。さらには原子力技術や地震津波に関して専門家へのヒアリング等を行っております。またこれらと並行いたしまして、これまで入手した資料調査分析を行っているところでございます。次に第2ワーキンググループ、こちらは被害の調査を目的としているワーキンググループでありますが、こちらでは放射線による直接の被害について専門家に対するヒアリングやデータの解析をしているほか、今回の事故の被害状況が今後どのようになっていくかを検討するにあたり、参照すべき事例であるチェルノブイリの事故についての専門家へのヒアリングを行っているところでございます。最後に第3ワーキンググループでございますが、こちらは政策の調査等を行っているところでありますけれども、第3ワーキンググループでは今回の事故の関係者に対するヒアリングや資料聴取を調査を行っておりますし、さらには諸外国の原子力規制等についての調査を進めているところでございます。以上ご報告申し上げます。ありがとうございます。それではこれから参考人からの意見聴取及び質疑応答を開催いたします。本日の委員会は原子力規制組織のあり方や、独立の第三者委員会の重要性等についての意見をお聞きしたいということで、ドクター・リチャード・メザーカさんをにお越しいただきました。お手元の資料に。リチャード・メザーカさんの現在はカーネギー・インスティテッド・サイエンスというのがあるカーネギー・インスティテッド・サイエンスでございますが、この資料にあるようなバックグラウンドがありまして、ニュークリア・リサーチ・カウンセルの1990年から2003年までちょうど何十年ですね、の委員長をされておられた方であります。たまたまちょっと拝見申し上げますと、私はリザーク・ミュアルさんとは2003年からちょっといろいろはお知り合いでありまして、何かはそのためにいろんなデータをしたりですね、日本のサイエンスのこととかということで、友人としていろんなことに相談したり、あったりしたことがありまして、今度もそういうことですので、ぜひしていただきたいなと思うところ、たまたま偶然なんですけれども、社外会議に先週来られまして、ただしアドバイザリーティーのメンバーとしてその時に、会談を行っていただきまして、今日参加していただくということになりました。そういうことで、本当に本日はこちらの委員会にご指摘いただきますということで、初めに、メザーカさんの方からご意見をいただきまして、その後、今後のいろいろ対話をお届けしたいと思っております。それでは、Dr. Kurokawa, thank you very much. I'm very pleased to have the opportunity to join the Commission today, and hopefully my comments are helpful. I think the whole world watched the developments that still came as a result of the tsunamis, the great concern and sympathy for the enormous tragedy that they represented. And I very much appreciate the opportunity in a small way to offer some assistance to what we can deal with one element of the disaster, namely the issues associated with the nuclear plant. You had mentioned to me beforehand that this Diet Commission was very unusual. As I understand it, maybe the first time in the history of the Diet that such a group has been assembled. I was somewhat surprised to learn that, because this is actually not at all unusual from the perspective of the United States. In fact, I would give you some examples